髪型決まってる？いや。はい、ということで、やってまいりました。今日もね、コラボ対決ということなんですけど、なんか僕でコラボって言ったら、どうせまたあの田梨コーチで想像してるけど、今日違います。違うんですけど、またとんでもないゲストが来てくれました。ということで、早速お呼びしたいと思います。お願いします。はい、こんにちは。いやー、ピカドールのコーチしてます、小堀と言います。いやー、お願いします。ジュークのつながりで来ました。超ドリブルチームなんですよね。今日も練習お願いしてて、もう上手いんで、スキルは盗もうということでお願いしたところ、快く OK をいただいたので勝負していきたいと思います。で、実はですね、僕の YouTube、ゲストで来てもらった方に、ルール説明をお願いしてるんですけど。そしたら、パナ、股抜きのバトルします。向こう側のコーンにこれに当てても、1点。また、取られちゃっても、これでも1点。で、合計3点取ったら、勝ち。なるほど。場所はこの、センターサークルの中だけ。出ちゃったら、相手ボールからスタート。シュート外しても、まあ、その、出た場所からスタート。なるほど。僕の得意な股抜き勝負今日はもしかしたらもらったかもしれないです。なるほど。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、大丈夫、じゃんけんぽい。よっしゃー、珍しいよ、じゃんけん勝つの。これでやばい、ネタが切れた。よっしゃー。こっちの土俵に持ち込んだね。さあ待てない。うますぎないですか。いやちょっとうますぎっすね。いや、ボールが見えない。看板かかってたから、ね、そうっすね。まず抜けない。なるほど。まず抜けない。さっきから違うからね。またがゴールなわけではないから。いや、めっちゃ気使ってもらってんのがもうまたちょっと悔しいな。くそー。実際、ね、試合だったら行かれてるこっちは。いや、あるよ、この経験値の差が。あ、確かに。遊びのこれちょっと、さやまで取り入れて半年後挑んだら、はい、もうちょいいい感じに戦えるかもしれない。なるほど。ジュワドのこっちとレベル1。まだまだいた感じ。まだいます。
マリオでいうとこのクリボーとか。それぐらい多分。ちょっと本当に次やるときにボス呼ばないとダメだね。いやまだ隠してるから。ボスまだ隠してますもんね。まだまだ隠してるから。社長いいな。あ、ということでパナ対決。3対2だっけ？3-1かな。3-1か。1点だが1点か。ジュガドルの勝ちです。いやね、あのね、2点目ぐらいかな、決められた時にやば、勝てねえと思った。ちょっとゴール対決はちょっと違った。思ったよりやれないことに気づいた。俺シミュレーション、まあ、可能な限りちょっとカットして惜しかったみたいにしてやりました。はい、ということでジュガドルさんの方であとやってトレーニングメニューを紹介していただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ各学年コーチが違うので、まあ、やってることちょっとずつ違うんですけど、僕がやってる、僕が大事にする、はい、ボールをなんとか溶かそうじゃなくて、自分がどこに、こっちが先を。ボールが動いちゃうと限定される。動きに、歩くっていう動きにボールがある、あとは守るっていう動きにボールがある、まあ、イニエスタとかメッシが取られないのとかも必ずボールの間に自分いるとか、うん、足があるとかそういううまさだもん、うん、フェイントとかあんましないじゃん。そうですね。それを言葉にすると今言ったみたいな感じになる、うん、走る、これ一番自然、自分がこう、次はボールをつける、これがドリブルしてるイメージなれば走りに近い、このイメージ持ったままドリブルする、このままこの走りにドリブルする、いきます。これにボールをイメージ、より近く、一番いいのは動画編集してボールなくしたらドリブルしてるように見える。なるほど。どうしても動くと若干の違いが。なるほど。例えばこの辺にボールが出ちゃった時にこう扱うことを先にしちゃうんだよね。あー確かに。自分が動くことが先になってくると立つ場所が良くなってくると。あなるほど。受け身と珍味、ね、この後ちょっとその小堀コーチと僕の方で対談っていう形で質問などし合えたらよろしくお願いします。走れ